さあ藤野です。昨日のクラッシュから本当にどこまでいい状態に戻っているか、一発出す力はあります。恵比寿での優勝経験もあります。そんな藤野秀幸が十勝からいよいよスタートを切っていった今年、この恵比寿でのまずは1本目スーッときた。ちょっと振り遅れ気味できた。そしてさらに角度をつけて飛び込んでくる。ギリギリのところを旋回して回っていく。ちょっとビビっちゃった、ね、飛び出しに見えましたよね。さあ藤野現在ギリギリ残っておりますが、さらにやっぱり伸ばしたいところではあります、はい、伸ばしたいところはちょっと怖いトラウマがあるこの1セクター、はい、最終コーナー飛び出し、ここを来れるかどうか。昨日はここで思いっきり飛び出しさせてクラッシュ。さあそれを吹っ切ることができるか。悪くない。さあどうだ、藤野が戻ってきたか。さあ回し込む、踏み込んでいく、そして返していく、そのまま煙バクバク、今フィニッシュ。それはいきます。カーナンバー66藤野秀幸 VS カーナンバー22木口健二。いよいよ両者今スタートしてまいりました。一組目藤野秀幸 1AT 先行、後を色折れる木口健二。まずこの藤野は木口相手にどういう戦いをしてくるか。先行で、いや木口もなんか旋回していく。しかし木口もではいない。なんとか食らいつく、食らいつく。さあかなり健闘したんではないかと思います。さあ入れ替えの2本目、この後どうでしょうかという調整があったかどうか。さあ今度は木口から180、藤野秀幸まずは3ポイントアドバンテージ。飛び出してくる藤野、どうでしょうか。まずはス藤野秀幸 VS カーナン小橋真則。さあいよいよベスト4進出をかけた戦い、これでも小橋本当にいい戦いですけれど、この因縁の対決とも言える因縁だな。さあ藤野ベテラン対まあ藤野真則出てもう、はい、スタートこですね、はい、803というところで5ポイント小橋選手がアドバンテージを取りました。でもやっぱりですね、そうですね、やっぱ先行ですよね、まあ、そういう、そう、はい、合わせやすい、ね、では入れ替えましょう。さあ入れ替えの2ポイントになります。5ポイント今リード、今度その小橋が先行。さあそれに対して藤野、もちろん5ポイント、あと1ポイントも取っていきたいところではありますが、降りてまいります。ベテラン対若手の戦いは、今度は若手小橋が前後ろから、藤野飛び出し、これは悪くない。それに対してグーッと寄っていきたい。これはちょっとミスが、これは